これより、2022年 F1 世界選手権第5戦マイアミ GP 決勝レースの模様をお届けいたします。土曜日に実施された予選では、1番グリッドは、フェラーリのルクレールです。2番手も、フェラーリのサインズ。3番手は、レッドブルのフェルスタッペン。4番手もペレスです。1列目フェラーリ、2列目レッドブルとなっています。5番手は、アルパロメオ・ノボたタス。6番手は、メルセデスのハミルトン。7番手は、 アルファタウリのガスリー、8番手はマクラーレンのノリス、9番手は今季、自己最高グリッドのアルファタウリの角田選手、10番手はアストン・マーティンのストロールです。予選不出場のアルピーヌ・オコンは最後尾になります。アストン・マーティンはグリッドにつけず10番手ストロール、13番手ベッテルはピットレーンスタートになります。決勝は1周 5.412km のマイアミ・インターナショナル・オートドロームコースを57周で争われます。 決勝当日も晴れ間が広がり、気温30度、路面温度40度のドライコンディションで、間もなくスタート時刻を迎えます。フォーメーションラップが始まりました。1ラップ、レースがスタートしました。フェルスタッペンが2番手に、角田10番手に。全体的にスムーズなスタート。ルクレール、フェルスタッペン、サインツ、ペレス、ボッタス、ガスリー、アロンソ、ハミルトン、ノリス、角田勇気までは10番手。 5ラップ、ルクレールとフェルスタッペンの差は1.4秒前後。フェルスタッペンとサインツ2.5秒。7ラップ、角田裕輝12番手まで落ちました。ルクレール、フェルスタッペン、サインツ、ペレス、ボッタス、ハミルトンまでが6番手。ジョン・グアン・ユーピット・イン。リタイア。8ラップ、フェルスタッペントップ。ルクレールを抜きました。11ラップ、角田裕輝苦戦しています。13番手。 12ラップ、角田祐希ピットイン。19番手で復帰。13ラップ、フェルスタッペン・トリクレールの差、2.6秒差。17ラップ、フェルスタッペン・トリクレールの差、3.4秒差。22ラップ、フェルスタッペン・トリクレールの差、4.2秒。角田ペースが上がりません。何かあったのかもしれません。23ラップ、フェルスタッペン、ルクレール、サインツ、ペレス、ボッタス。 ハミルトンまでが6番手。25ラップ、ルクレール、ピットイン。4番手で復帰。27ラップ、フェルスタッペンピットイン。3番手で復帰。28ラップ、サインツピットイン。フェルスタッペントップ。30ラップ、フェルスタッペン、ルクレール、サインツ、ペレス、ラッセル、ボッタスまでが6番手。35ラップ、フェルスタッペンとリクレールの差、7.7秒差。 37ラップ、角田祐希ペースが上がりました。41ラップ、ガスリーと接触。ノリスがスピン。右の後ろタイヤを破損しました。ノリスのマシンがストップ。バーチャルセーフティーカーが出されています。42ラップ、セーフティーカー。ペレスは、2度目のタイヤ交換でミディアムタイヤに履き替えています。43ラップ、角田祐希ピットイン。ソフトに交換。18番手。 ガスリーも十六番手特線、四十六ラップセーフティーカー戻ります。サイレース、四十七ラップフェルスタッペン、ルクレール、サインツ、ペレス、ボッタス、ハミルトンまでが六番手。四十八ラップフェルスタッペン、ルクレールの差零点五秒。四十九ラップ DRS オープン。五十一ラップフェルスタッペン、ルクレール、サインツ、ペレス、ラッセル。 ハミルトンまでが6番手55ラップフェルスタッペンルクレールの差1.3秒57ラップフェルスタッペン最終ラップフェルスタッペンマイアミ GP 初優勝角田はシューマッハとベッテルの接触もあり13位まで戻してレースを終えました結果は次の通り 1M フェルスタッペンレッドブル 2C ルクレールフェラーリ 3C サインツフェラーリ 四ペレス、レッドブル。ジー・ラッセル、メルセデス。エル・ハミルトン、メルセデス。ブ・イボッタス、アルファロメオ。8位・オコン、アルピーヌ。9F アロンソ、アルピーヌ。10A アルボン、ウィリアムズ。11D、リカルド、マクラーレン。12L ストロール、アストンマーティン。13角田祐キ・アルファタウリ。14N ラティフィ、ウィリアムズ。15M シューマッファ、ハース。 リタイア、ピーガスリー、アルファタウリ。リタイア、エルノリス、マクラーレン。リタイア、エスベッテル、アストン・マーティン。リタイア、K ・マグヌシセン、ハース。リタイア、ジョン・ワイユー、アルファ・ロメオ。優勝は、2番手でスタートしたレッドブル、フェルスタッペン。トップスタートのルクレールは、2位。2人のポイント差は19ポイント。まだまだ分からない状況となってきました。 表彰前のルクレールとフェルスタッペンの様子が映っていましたが、フェルスタッペンは口数が多いですが、ルクレールは少し気分が悪い感じ。そりゃそうでしょう。サインツはほっとした感じ。これからも続きますね。おそらく。コンストラクターズポイントも5ポイント縮まり、6ポイント差。角田選手は13位。レースペースが上がらなかったですね。ガスリーもリタイア。残念。 中盤に角だと走っていたアルボンが10位。頑張ってますね。ラッセルとハミルトンとのレースも印象的でした。